はい、一芸ラジオ始まります。山口です。今日はですね、お二人のゲストに来ていただいております。一人がまっちゃん。まっちゃんです。こんばんは。こんばんは。で、もう一人がコッペちゃんでいいですか？コッペちゃんです。はい、コッペちゃん。まっちゃんとコッペちゃんに来ていただいております。で、今日はですね、まあケロちゃんの方が、ケロちゃんですってやれたな。コッペで通してもらっていいですか？ここもブレないように、はい、コッペちゃんです。はい、コッペちゃんで通していただきますんで、はい、で、何話そうかと思って今ちょっと話してたんですけど、90年代の、まあ、音楽の話をしようかなと。モーツァルトとかね。モーツァルトなんか、ね、世代がもう、ね、1890年代で間違いない。もっと前か。90年代にバッハか、だから僕たち多分中学生か、まあ、高校生ぐらいが主だと思うんですけど、90年代は長井真理子とかね。うん、ああ、長井真理子は8年代でしょ。いや、ね、ミラクルガールは90年代。ずっともう90年代。山田かつてないテレビ。あれ90年代？90年。90年代かもね。かも。渡辺美里は？渡辺美里は、ドンピシャで90年代もある。80年代終わりぐらいから、恋したっていいじゃないとか。そうですね。マイルボリューション古いよね。マイルボリューション古いんだっけ。古い。語ろうと言っといて全く90年代が使われてない。どんな音楽聞きました？僕はだから、チャゲ&アスカとか聞いた。小田和正とか、なんかちょっとトレンディードラマ系から入っちゃったんですよね。それは何年ぐらいだろうね。1992年とか3年ぐらいだと思うんですけど、なんかその頃ってやっぱりどちらかっていうとベスト10とか、そのぐらいだ。ヒットなんだ、もう一つ何でしたっけ。夜のヒットスタジオ。もっと古くない？あ、トップ10も。それが僕ら、僕終わった世代なんですよ。うん、で、ミュージックステーションが主だった時代だよね。うん、あとなんかね、ちょっと後に古舘一郎がフジテレビかなんかで、田中律子かなんかと一緒にやったやつがあるんだよな。イカ天じゃない、それ三宅裕司でしょ。はあ、なんかあった。イカ天ってあれ、1900… あれ80年代だね、もう。80年代だ。あれ80年代ですか。バンドブームの。バンドブームだ、ね。そうだ。ブルーハーツ。ブルーハーツ大好きだったね。いやー、ブルーハーツ大好きでしたよ。あとハイローズ。だからそれ、ハイローズはまたちょっと世代変わるでしょ。ブルーハーツがハイローズになったんでしょ、それだって。クロマニアンですね。最初はね、ブルーハーツだね。ブルーハーツだね。僕はね、ブルーハーツを。ブルーハーツは多分、90年代ちょっと行って途中で終わったのかな。そうですね。ブルーハーツが。で、ハイローズに変わった。変わって。ただ、ブルーハーツが良かったよな。ブルーハーツが良かった。俺、浪人時代に、ブルーハーツの解散ちょっと前の、ライブを見た。へ、はいはい、河本博とかベロ出してる。おちんも出したよ。出した。出したんすね。もう東京ドームの。東京ドームでやったんすか？東京ドームで、伊集院光のイベントがあって、はい、福山雅治と、電気グルーブと、なんだ、今言ったやつ、ブルーハーツ、うん、本当好きなの？福山入るんすか、そこに。あ、でも、伊集院光の基本的にはラジオのイベントで、ゲストで、その人たちが出たのよ。で、ブルーハーツが9曲やってくれて、すごいよかった。本当にすごいよかった。あ、ブルーハーツ超好きだわと思って。で、ちょっとしたら終わっちゃったけど、解散した。もうなんか今の文化の先駆けなんだよね。例えばおしゃれとかもそうだし、まだあの当時ほら
X とか、X ね、ああいうのが流行ってた頃に、うんうんうん、パンク的なのってなんかちょっとっていう、だから本当なんかちょっと変わった人が好きだったみたいな感じはあるよね。まあ、ブルーハーツはね。ブルーハーツはね。うん。でもブルーハーツはちょっとでもその中でも王道じゃない。いや結構だから、まあそうだね、うん、あのカラオケで必ず、そう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 、リンダリンダを歌って。うんうん、締めみんなでトレイントレイン歌ってとか、そうですね、うん、きっとあれだよね。だからあのちょうどブーム的にその不良ブームみたいなのがあったからって、うん、ハイスクール落書きってドラマあった、あとだから6出だしでも結構出たでしょ。そう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 、うん、あ、そうだそうだそう、そう、それで結構ブルーハーツにわーっといったのはあるよね、うん、でも俺どちらかというとティームネットワーク聞いてた。あー、うつさん、うつさん、うつさんね、うつ病の人、今流行りのうつさん、いいうつ病ね、いいうつ病、ね、ワードはもうあのうつでワードだと今はもうそっち行っちゃうからね。そうだね。ずっとあれが読めなくてチュチュって読んでたんだけど。でもね、そんな感じのやっぱりずっとそれがやっぱりきっかけで、うん、でも宇都宮だけ最近見ないね、うん、宇都宮さん。宇都宮だってちょっと TM 再結成した時にふっくらしちゃって。あ、そうなんだ。小室はもともとはあの稲葉のビーズの稲葉の声がすごい好きで。あ、そうなんだ。うん、そうなんですよ。で松本のことをすごくあのいいないいなお前って言ってたみたいですよ。いいパートナー見つけたって。バックバンドだったから、うん、松本が、うん、TM のゴルゴで、俺 TM の解散コンサート行ったんですよ。解散コンサート行って、うん、もう復帰しちゃったからもう解散コンサートが何なのかってなっちゃうけど、うん、朝倉大輔、うん、アクセスとビーズの松本が、うん、一応なんかゲストで来てたから、うん、今年ボーイがね、うん、氷室が引退だって言うけど、うん、布袋と一緒に出てほしいなと思うんだよね。そうだよね、うんうん、多分出ないけどね。出ないよ。多分出ない。あそこ根が深いんだけど。あれ根が深いんでしょうね。うん。布袋があんだけラブコールを送って出ないから、だからよっぽど嫌なんだと思いますよ。もうその事情すら知らない。分かんないけどね。なんでか知らないけどね。ブルーハーツは一致したと。うん、今。うん、布袋だって奥さんがもう綺麗だもん。いや、それはだから今井美樹でしょ。それ。そうでしょ。その遠回しの言い方いります。やっぱそこの根が深いわけだよ。そこの根深いよ。だ山下久美子ですよ、うん、元奥さんは。あ、そうだよ。太陽の小町じゃない、なんだっけ、違う、なんだっけ、なんだっけ、関東小町、関東小町の時だよ、うんうん、そう。関東小町、まだそれが分かる世代なんだよ、我々はね。今90年代の話してんのかな。そうだよね、これはちょっとね、90年代もう91、2ぐらいには限定されてるね。80年代と90年代行き来してる感じだと思うんだけど。でもね、最初はやっぱりあれだよね、あの月9の主題歌っていうのが出た感じだよね。アスナロ白書とかね。そう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 、アスナロ白書だ。俺は藤井フミヤがあれ、なろうなろう、アスナロ、よかったなこいつ、引退、あの解散して一人になって相当稼ぐんだろうなと思ったの、あの瞬間。そうだよね。そうだね、フミヤと最近ちょっと顔を見ない感じですけどね、うん、でもね、いや、うん、あ、俺ね、恥ずかしながらね、フミヤートっていうね、藤井フミヤの個展見に行ったことあるよ。あ、本当ですか。本当に本当に。ちょっとどうなんですかそれは。それはああって感じ。ああ、ああ、なんかこう、あれなの、こうフミヤートだ。そのなんかあの会場にはもうこうチェッカーズの曲がこうインストルメンタルみたいに流れてるみたいな感じが。チェッカーズは流れてないよ。チェッカーズは流れてない。チェッカーズはなんかずっと歌わなかったもん。うん、そうね。うん、そうそうそう、チェッカーズは流れてない。うん、あれだから、たもとを開けたつるくとかが作詞の曲とかはあるから、うん、結構なんか自粛っていうか、うん、うん。あ、なるほどね。うん、そうそうそう。あ、だから歌わないんだ。だから歌わないだと思うんだけど、最近は歌いだしたんだよね。うん、どうなんだろうね、うん、実は権利関係でもあったかもしれないしね、うん、ちょっと難しくなってきた、ね、難しくなってきたね。じゃあ女性は誰が好きだったんですか。女性、90年代女性は、だからあのアイドルが終わって、だから森高とかは90年代。あ、でも90年代、そうだね、完全にそうだよね。僕はあのリンドバーグが好きだったんですよ。あー、俺も大好きだった。あ
今すぐキスミね。そう、うん、あのボーカル、渡瀬真希、渡瀬真希がもうすごい可愛くて、真希、うん、ちゃん、あ、可愛いね、うん、うん、だって歌は別にそんな僕らでしょ。いや、まあそうだけど歌がねすごい好きでね、うん、リンドバーグはもう結構あれ、ね、全部同じように盛り上がる感じっていうか、うん、なんか同じ感じだよね。あ、同じ感じですね。ゆったりしたり、そうハードになったりとかじゃなくて、うん、全部同じ感じで元気になるアップテンポでしょ。だから俺はあのリンドバーグ出た時に渡瀬がすごい可愛いから、うん、これバンドの誰とできてんのかなってそればっかり気になっちゃって。ああ、それは俺も思った。思うよね。あのロン毛のギタリストの人とかね。ドラムじゃねえなとかね。勝手にバンドってそういうことなんじゃねえかなと思っちゃって。そういうことはあるんですか、コッペさん。バンドで、バンドで女性を入れた方がいいんですか、入れた方がいいんですか。俺ね、バンドでね、はい、あのね、ギターの俺はあんまりこう女性を入れるバンドって言うと、あの夫婦、そもそも夫婦と俺みたいな感じで組んだことがあるから、はいはい、そういう問題じゃないよね。そういう問題じゃないですね。そこに入れない感じだよね。そういう問題じゃないから、別に男女感がどうとかっていうのはないけど、うん、昔なんかちょっとやったバンドでギターの子が言ってた話だと、はい、女性がいるバンドはもうめちゃくちゃになるって言ってた。あ、うん、じゃあ、じゃあだから生き物係もそういう見方した方がいいんだよ。あれはね、まあ、ドリカムがいい例かな。ドリカムはそうだ。それは違う理由だよね。あ、違うんだ。ほう、違う理由だね。うん、うん、夢が叶ってるから。夢が叶ってる、ね、でもジュリアン＆マリーの雪は、うん、バンドバンドの人と付き合ったよね。あ、でもバンドの人と付き合ったんですか。付き合って、タクヤっていう、うん、なんかいたじゃん、ギターの人。あ、ギターいましたね、うん、あれと一時期付き合って、はい、最後の方結構ジュリマリの全盛期だよね。はいはい、クジラ12号とか散歩道とか、はい、最後の方、はいはい、で別れたよね。終わった。で陽金とバゴコロブラザーズとバゴコロブラザーズクラモチと加入した。加入はしてない。加入はしてないよ。うん、そう、バックで歌ってはいたけど。桜井じゃないよ。クラだからこれちゃんと聞いてる人いるから情報はちょっと一応正しくお願いします。倉持の方多分ね、今日初めて知る人もいるからね。きっとね、あ、そうなんだ、ね、みたいな。うちの一芸ラジオのジングル作ってくれたのは、うん、このちょっといい加減そうなコッペさんですから。すごいよね、いい加減なもん。コッペさんが作ってくれたんです。なんか真面目なこともするんだみたいな。あれでも真面目でもないけどね。あれでも評判いいんですよ。あれすごいと思うよ。あれ評判いいんですけど、あれなんかもうピビリってきた。あれ90年代ですよ。いやいや、あれは90年代じゃない。2000年。2012年か。作成。でもまあテーマは、コンペさんのテーマは90年代。うんうん、あれそうだよ、90年代。それ今考えた。まさに90年代です。実際90年代な感じですよ、あれは。それも今、おそらく今考えた。うん、今も思えば90年代みたいなもんだからね。もうだから話が出ないじゃんってから。ちょっと戻して、戻して、どこに戻すだから、コンペさんは、うん、じゃあ、その音楽にのめり込むきっかけっていうのは、うん、やっぱそのあたりにルーツがあるわけでしたよね。僕はもう本当に90年代に一番のめり込んだ、はい、うん、きっかけは音楽の先生に褒められたとか。音楽の先生に位置つけられたのが。リアルで 10段階評価で1をつけられた。おっと、うん、俺ね、出席率 100% だったんだけど1つけられちゃったね。そこは何が要因かと。まあなんかね、うん、音楽の先生がちょっと容姿がね、端麗な方で、うん、あ、うん、容姿がちょっと哺乳類で言うとカバー。哺乳類でいうとカバーに似てて、結構人間のレベルでいくと結構な、うん、人間のレベルでいったらなんだろうな、うん、まあちょっとカバーぐらいしか言えない、まあ、一応先生に謝っといた。あ、謝ったよ。いや、そうだね。で、直接的に
生に直接、はい、うるせえかばって言ってたんだよね。ああ、そして。ああ、先生も人間だから。先生も人間だから。先生人間なのに、そう、かばって間違えて言っちゃったんだよ。あんまりにも似てたから。うん、ああ、なんか。似てても言わない。普通の人言わないですけどね。でもあれ、悪意はないんだよ。悪意はないんだけど、似てるから、あちょっといいですか、先生の話をちょっと戻してもらっていいですかね。先生とかちょっと短めで。あ、そうそうそう。あ、まあそうそうそう。え、そしてカバの先生に気をつけられたっていうこと、ね、俺ね、授業をこうさ、みんな前向いてるじゃない。はい。ね。はい、ずっと後ろ向いてたの。ずっと後ろ向いて、後ろの席のやつとは遊んでたの。はい。こう、一世の一位とか一世の二位とか。ありましたね、ありました、ありました。あれをひたすらやってたわけ。はい。で、前向きなさいって言われて、はい。コッペ前向けって言われたんだけど、うるせえかばっつって。はい、一位確定です。一位確定ですね。で、でも、合唱コンクールとか、合唱みんなで、こう、練習するときには、はい、ちゃんと、俺結構超えてるんだけど、はい、通る声で替え歌を歌ってた。替え歌だからダメでしょ、それ。独創性はその時に作られたのかなって感じで。で、頑張ってて、でも、そんだけやりすぎても、せいぜい4とかでしょ、と思ったの。10段階で。10段階で4とかでしょ、俺前全部出席してるし。ね。でも1つけられて、おぉ、ゾッとするんだよね、あれね。いや、それはね、おそらく、カバの人発言から、ね、そこで決定されたんだ。そうだろうね。うん。で、どういう手を取ったんですか？で、なんか1学期だか2学期に1をもらったから、はい、焦って、先生に、はい、次の学期始まった時に、なんか最近先生綺麗になりましたよねとか。あからさまでしょね。プラスに働くのかな。で、いや、でも、言い続けて、はい、で、注意され、まあ、なるべく後ろ向かないようにしたのも。はい、はい。で、注意されても、はいって言うようにしたの。はい、で、替え歌もやめました。はい、そしたら10段階で7年になりました。それもおかしい。カバもバカです。カバだけにカバーできたんです。カバが。いやー、その、リカバー。まあ、ちょっと先生は向かないよね。そうね。いや、すごいなと思って、この人は、と思って。かなり市場噛んでる感じがするから。本当に。そう。で、そのカバーは何の音楽が好きだった？あ、それ関係ないですね。そのカバーはちょっと置いといて。で、じゃあ。その悔しさをバネにみたいな。その悔しさは何にもバネになってない、ね。なってない。じゃあ、そこはルーツではない。ルーツではない。なんだよ、じゃあもう。長い、この。長熟で話したけど、ルーツではない、ね。ない、うん、このくだりは何だったのかっていう。じゃあ、まず、じゃあ元に戻して、ルーツっていうの。ルーツは、本当に小学校、中学校の時は普通に流行り物のアイドルとか、本当に流行ってるものをなんとなく聞いてるような感じで。そう、まだ楽器は持ってないし。まだ楽器も持ってないし。はい、はい。で、中学生終わりぐらいだかなんかに、はい、一瞬初めて楽器を所有したのが、友達が XJAPAN のファンで、はい、でヒデモデル、はいはいはい、ヒデモデルのギターを11万ぐらいで買ったやつを、うん、そいつすぐお金使っちゃうから、うん、お金すっからかになった時に、うん、いやコッペーこのギターさ、5000円で買ってくんの？うわ !11 万が5000円。11万のやつ5000円で。で、あれ、おう、おっと、いいよ、つって、うん、で、1週間以内に、楽器屋に売りに行って、3万円もらえた。あ、ちょっと待ってください。それもルーツではない。ルーツじゃないな、気づいたら今。金儲けのルーツだよね。ちょっとこれ山口さん、これいつ、これ、ルーツにたどり着くんですか、これ。もうね、あと5分ぐらいしかこれ喋る回がないんですけど、ルーツにはたどり着けるんですか、5分で。ルーツは、高校2か3年ぐらいかな、はい、ヒップホップとか、はい、テクノとかが少しこう流行り出して、はい、スチャダラパーとか、はい、電気グルーブとかを聞くようになって、はいはい、で楽器弾けなくても音楽ってできるんだみたいな、はい、でもセンスさえあればみたいなことですけど、はいはい、実際音楽の知識がないとなかなかきつかったんだけど、はい、それでなんかシンセサイザーを買ってやりましたよ、は
ああ、それはそんだけ。シンセが先なんですね。ギターじゃなくて。シンセだってそうだね。シンセサイザーとか、はい、まあ、サンプラーとかっていう楽器で、はい、いや6年ぐらいやった後、ようやく俺はギターを自分で買ってギターを練習して。ああ、そうだったんですか。そうそうそう。ギターの子じゃないのよ。ギターの子じゃないですか。必要に応じてギターが登場したみたいな感じです。煮詰まった時に、はい、なんか、わざわざシンセサイザーって、シンセサイザーに電源入れて、はい、スピーカーにも電源入れてて、なんか場所も決まってるし、まあ、まあまあ確かに時間かかりますからね。ギター持ってる人の方が手軽だし、はい、あとなんかかっこいいんじゃねえかと。モテそうだ、まあ、大事、それ大事ですからね。あ、そうそう、もうギター持ってるとモテそうだと思って、うん、で全くモテなかったんだけどね。だから一度は手にしたギターを3万円でそうだね、うん、あれね、なんかね、あのギターは多分ね、弦の張り方とか間違ってたんだと思うよね。すっごい硬くて、あの押さえつける手が動かないとかじゃなくて、はい、もう物理的にコードが抑えられなくて、うん、ちゃんきちんと抑えられないと、でこんな硬いのなんだと思って、ですぐ売ったんだよね。あ、今思えばあれは多分張り方間違えてたんだと思うよ。まあでもそっから楽器に行くまでは結構あったですね。じゃあ、うん、ギター売ってから、ね、あったあったあった、うん、もう多分ね、聞いてる人はみんな多分最初にあの友達から5000円で買ったギターがルーツだと一瞬思うでしょ。おって思った。一瞬思うでしょ、うん、一番最初はギターだから、はい、今はどっちもいろいろいじってるんだけど、はい、もうギターが好きだね。ああ、そうなんですね。楽だから、うん、あの、それはあの弾くまでに今仕事して帰ってきて、うんうん、子供が寝て、はいはいはい、時間が15分ぐらいあってもギターは弾けるから、ね、弾ける、うん、そう、シンセサイザーのところはもう行かなきゃいけないからね、うん、わざわざ。じゃあその頃はユニコーンとか聞いてなかったんですか。ユニコーンはもう聞いてた。聞いたんですか。あ、そう、ユニコーン、あ、まあ安倍がそうかやるか、うん、あのね、ユニコーンとかフリッパーズギターとか、はい、そういうものも、はい、あのドッドンみたいな、なんかね、はいはい、あのね、だから電気グルーヴがユニコーンとかフリッパーズギターの曲をミックスしたような感覚でやってた。ああ、どっちかっていうと、はい、うん、でその数年後になんかそういうことを実際に本人たちがやりだしたりし、あの交流持って、はい、なんか電気がコネリアスの曲をリミックスしたりとかしてたんだけど、はいはい、その当時はリミックスってそれなの？ん？逆に俺ちょっと今ちょっと新しいな俺の中で。リミックス。でもリミックスってオリジナルの、まあ、リミックスバージョンっていうのがあるじゃないですか。うん、っていうのはやっぱりそういう風にそういう人たちが編集したものもあるっていうこと。それがルーツなの。ね、リミックスっていうのはね、もともと録音してるさ、ドラムとか、うん、歌とか、はい、ベースとかを、うん、パラッなんかこうドラムだけの音はいはいはい、うん、ドッパッドドッパッみたいなのだけ入ってるのとか、ベースだけでドゥ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 とか入ってるのを、うん、そのリミックスしてっていう相手に渡すじゃない、はい、うん、ね、歌だけで入ってるやつとかを、はい、それをなんか使ってアレンジしたりとか、うん、あのね、それこそドラムは差し替えちゃうとかさ、はい、そのドラムを使ったままちょっとこうドラムの 音を加工してさ、はい、あのそう、もうちょっとなんかこう汚れた音みたいにしたりとかさ、あと全然こうギターの曲なのにほとんど他のものを足したりしてとか、うん、だからもうなんかもっと自由、本当に自由に何でもやってもいいんだけど、あ、うん、それは原曲にかなり近いリミックスの人もいるし、うん、一番ひどいのはもう何にもあの、うん、使ってないリミックスもあるけどね。あのそれをリミックスを呼べるのかどうかあった昔なんかね。とりあえずね、今ね、うん、ラジオ聞いてる人はね、コッペさんの印象がね、前半と後半でね、ガラリと変わってると思いますよ。コッペさん、コッペさん、いや俺も変わってるから俺も変わったね。、うん、そう、なんか真面目な部分だんだん一気にね、90年代とか、うん、じゃあちょっとこれ一回ここで切って、で後半、はい、もう一回あの90年代音楽に戻りたいと思うんで、一回じゃあここで切ります。はい。